はい、どうも、ありがとうございます。ということで、今日もマリオカートツアーをやっていきたいと思います。はい。ということで、今日のマリオカートツアーはね、今日はデイリーと、そして、今日のカップ攻略はですね、カップ攻略はこちら。ファンキーコングカップ、こちらね、やっていきます。そしてラストにワールドやっていこうと思うんだけども、今回の順番どうしようかな？前回一発目でいったから、今回も一発目でいっちゃいたいと思います。ワールド行きましょう。第1戦目は、ワリオカップ DS 版キラシップ R ということで行ってみましょう。はい。今日ね、珍しく少人数なんだけどね、張り切って行ってみたいと思いますよ。早いね、みんな超早いわ。ちなみに前の人は S ランクなんだけど、早いね。前の人さ、 S ランクなんだけどさ、もう見えなくなったけど、早すぎん？そんなに早いことある？あ、ミスった。キラーシップ R、時々道ミスるんだよね。おぉ、勝手に追い越しかけていこうと思ったら、こっちゃったのね。さあ、ショートカットが切れねえっつうのはきついな。怖っ。あの黒木淑女、ブラックキャシャリンじゃないの。黒木淑女、ブラックキャシャリン、またいいニックネームを考えてしまった。痛い、黒木淑女。ちょっ、やば。何あいつ、前のやつやばない？何あのスピード、半端じゃなくない？どうやってんだろう？なんかあんのかな？俺らが後ろで遊んでたからっていうスピードじゃないぞ、あれ。なんかどっかショートカットポイントでもあんな、これ。完全に。一体どこにショートカットポイントがあるというんだ？よし。まあでも2位か。なんだろう、なんか微妙に腑に落ちないな。なんかちょっと早すぎかも。なぜだろう。さっきの人いなくなったわ。よし、任天堂64番吉原 R 行ってみましょう。はい。ここはあんなに入れるんだ、序盤から。いやー、痛かったよ今の。なんかいつの間にかもう身ぐるみ剥がされちゃったけど、ここまでで全部いるんだね多分。あ、1位やったら早いやついる。なんだろう、これ回線が鬼強いのかな。でも回線が鬼強いだけであんな早いなんてことありえる？いや、何今の技、すごい技使ってきたよ。なんか誰かが。危ない、今ぶつかるかと思った。なんか全然話にならないんだけど、なんだろうこれ、話にならなすぎて焦るんだけど。こんなに話にならなかっただろうか、私はこんなに話にならないほど遅いドライバーだっただろうか、このゲームにおいて。あ、今私はビッグキノコを使っていただろうか。ビッグキノコを使っていたドライバーだったのではなかろうか。一体どうなっているのか。あ、いるじゃん、さっきの怪しい人。なんだ、いなくなったかと思った。よっしゃい、シェイ。あいつ固くね、あいつ固くなじゃね。
痛い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 ってば。やろう、やってくれたな、マジでやってくれたな、ほんとマジでやってくれたな、あのさっきのやつ、怪しい動きしてるやつ。うわあ、うわ、どうしようどうしよう、こんな不完全燃焼で今日終わるのか、こんな不完全燃焼な感じで今日終わるのか。やだわー、もうやだわー、もうこんな不完全燃焼もう無理だわー。もうよし、今度こそ変な人いないな、変な人いないからやっと戦えるな、これで。はい、もうなんか速攻あれアクセル吹かしちゃう人もいるんだね。あれどっちがいいんだろうね、ちょっとよくわかんないけど。危ない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 なー、もう本当に危なすぎて引くぜー、マジよー。お、みんなやっぱそっちだよね、俺もそっち派。あ、おらー、俺のドライビングテクニックの前にヒレ伏すといいよ。こんなとこ飛ぶ意味ないぜ。すごい、やっとドライバー同士のさ、こうドライビングテクニック同士で戦える日が来た気がするよ。やっとの思いでな、来た気がするよ。あ、しまった、これ横の方が早い多分。やばい、もうアイテム切られた。やっべー、当たるよねー、そりゃ当たるよねー。ちょっと待って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 、スター、ちょっと待って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 、スター、ちょっといきなり発見やめて、スターは発見すんのやめてよ。もうやべー、なんかすげえブーメランの音した、ブーメランの音もやーばー。あー、もうよこ抜ける。やべえ、みんなでやラッキー、同士打ちしてくれた。くそー、キノコとかありますか、ない、オッケー。あぶねー、あぶねー、ありがとうありがとう。もう超鼻さじゃない、もう多分あれなんかカメラ判定ってこいつしょしいよね。いやー、危なかった、超危なかったわー、もうマジでもうほんとね。あー、ちょっと、はい、ということで以上3連戦でございました。はい、いやー、もうほんとドキドキだったね、これ。ドキドキの戦いだった。はい、そして次、今日のチャレンジということでね、ボムキンミースーツで行ってみたいと思います。ファンキーゴコンプ 3DS バリオシップ行きましょう。はい、こいつ強いのかな、ボムキンスーツ。あ、わ、わお、わお、わお。あ、ちょっと待って、後ろの人たち、ちょっと、一旦落ち着こうって、話し合う機会はある。話し合う機会は必要だよ。ちょっと待ってくれ。わ、こんなの投げちゃうよ、そんなやるんだったら。そんなのやるんだったら、こういうの投げるからね、こっちだって。カニか？カニいない。ここはポイント高えな、これは。シティハンターにでもなった気分だろう。後ろから爆風が飛んで。そうだ、恐ろしかっただろう、今の爆弾は。まさかな、もう本当にこう、見せバトルところで、ラッキーラッキー。今のはサンダー打ったやつのヘマだな、ヘマしやがったな、サンダー打ったやつ。
この勘弁して、勘弁してください、勘弁してくださいよ。もうこれはまずいんじゃないか、これはちょっとまずいかもよ。 CPU に負けるなんて、そんな無様を晒すわけにはいかねえわけですよ。はい、ゴール。まあ当然勝つんだけど、まあそういうことですよ。はい、はい、ということで次はドーナツ部屋 2X 行ってみましょう。スーパーファミコン版ドーナツ部屋 2X では張り切っていってみましょう。俺もね、この黒き淑女ブラックキャシャリーの力を借りる時が来たようだ。自慢の大砲で敵たちを一気に蹴散らしてくれるのか。黒き淑女ブラックキャシャリーの力存分に味わってくれたまえ皆さん。お、このコースめっちゃ面白い。え、こんなだった、こんなだった、このこんなじゃないよね。あ、ミスりました、ミスりました。あ、ミスった、さらにミスったね。これショートカットポイントがいっぱいなのに使わないのは罪だよね。なんだなんだ、あいつなんか微妙に速いぞ。ここギリだな、ギリだな。あ、そこちょっとダート進めないんだ。ちょっとだけダート入れればいいのにね、そこ。残念ながらキノコの力は君にはないんだ。この黒き淑女のみに持ち合わせている完璧なる存在なわけだよ、君。1万1000か、どうかな、いけたかな、いけたような気もしないでもないが、このコースの感じだと。でもこれで1万3000とかだったらちょっときついな、びっくりしたな。はい、あ、OK だね、ありがとう、ありがとうございます。はい、そしたらラスト吉原行ってみましょう。はい、任天堂64番吉原へ行ってみましょう。はい、これなんか、これなんか走ったことあるぞ、俺走ったことあるぞ。これは迷った、道に迷いました。私はこわ、今の凄まじい恐ろしい、すごい恐怖を感じた今。なんじゃなんじゃあいつは。お、あ、なんだなんだ、俺の緑コーラを察知し俊敏に避けたぞあいつ。なんか後ろで叫び声聞こえたけど、怖、治安の悪い地域なのかしらこの辺。怖い、忍者仲間には悪いが、お前には近づけねえ、怖いから。いけるか、いけるか、奥123。これは3900はまずいだろうよ、少ないぞ。忍者もうちょっとデカめに行こうよ。あんだけ道路の真ん中に落としときゃ誰か引っかかってくれるんだろう。はい、9400、どうかな、どうかな、いけたかな、いけたような気もしないでもないが。よし、 OK です、ありがとうございます。ということでね、ファンギンコンカもコンプリートで制覇ということですね。はい、あと何個残ってんのかな。あ、まだ結構潤沢にあるね、コースは。
はい、ということでですね、ファンキーコンカップも制覇ということで、本日の動画はこんな感じなんですけど、いや、そろそろさ、あと2日でカップも終わりなのでね、こちらもガンガン攻略していきたいと思いますよ。次44リークかかってるかね、頑張っていきたいと思います。いや、ということでね、ぜひですね、こちらの動画気に入ってくれた方はぜひですね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。そしてですね、もしね、平沢をもっと盛り上げて応援していきたいよっていう人いれば、ぜひですね、ぜひ動画の拡散をよろしくお願いいたします。ということでですね、はい、ということでぜひね、応援よろしくお願いします。ということで、明日もまた見に来てくださいね。それではまた。